貨物船があったんですよ。なんだっけ、東大路線、いや名前忘れちゃいましたけど、製紙会社に紙を下ろして積み込んだりしてたんですけど、その製紙会社さんが亡くなったんですよ。マンションになっちゃってね、2000何年だったかな、ご覧の通り線路あそこで切れちゃって、でこの踏切もなくなって、まあ今撤去工事中ですわね。撤去工事中です。あそこにマンションがあると思うんですけど、あそこにどこだったかな、日本製紙さんかな、なんか忘れちゃいましたけど、そのなんか荷さばき場なんかなんかあったんですよ。いろいろ荷下ろしをすることもなくなり、輸送機能がいらなくなったっていうんで、最終電車、最終列車か、セレモニーやってましたけど、それ見て、見ましたよ私確か。でここ、単線だったんですけど、貨物船なくなって、今もう線路さえも撤去工事中って感じですね。これが線路跡なので、何線だったかな、もう名前忘れちゃいました、後で調べておきますね。なんとか王子線ですよ。ただこれ貨物駅の構内扱いなんで、まあね、運転としては構内の入れ替えって感じでやってたと思うんですけど、あそこでね、ちょっとしたヤードがあって折り返し設備があって、結構面白かったんですよ。面白いとか何とか言っていいとダメですけど、たまに見てました。ちょっと構内の近くに行ってみますね。この微妙なカーブいいですよね。北大路線でした。そうそう、東じゃない、北大路線ですよ。私が知っている頃にはもう線路なかったですけど、こっち側の北大路線はあったんですよ。こっち側にまた分岐してたのもあったはずです。まあ、それはもう私が知っている頃にはもう線路なかったです。ここも踏切でしたね。ここも踏切でした。じゃあもうちょっと進みましょうね。入り口ここじゃないんですよ。多分ここで分岐してたんじゃないですか。ね、こっち側はまあ何2014年か5年か6年かぐらいになくなったんですけど、あっち側は もっと昭和の中期ぐらいになくなってると思うんで、ただここで分岐してたのは多分間違いないです。はい、先ほどあの辺で分岐してるとかなんとか言ってたんですけど、ここもずっと線路だったんですよ。ほら線路ナンバー映っちゃうの、線路でした。まあ地方にずっと行きます。今バスが曲がってきたら分かります？あの辺から敷地だったんです。ちょっと行ってみますよ。ここに踏切があって、踏切がここまであって、でこっから先そこから製紙会社さんの敷地で、折り返し線がこうバーってあって、バーってあったっておかしいですけど、まあ、結構3、4本あって、で構内1本なんか屋根付きのとこがあって、この辺にロジスティクスセンター、そんな感じでしたよ。結構広い敷地だったんですよね。今もう高いっすけどね、ビジネスがマンションが、まあね、はい、形があるじゃないですか。今ここで貨物がこっちから入って、この辺から入ってくるんですよ。入ってきて、でここヤード、いやちょっとしたヤードになってて、でここに折り返し線が1本とか、なんかちょっと留置線みたいなのが何本かあって、でこう屋根付きのところに構内止められるところ1本ある感じでした。荷さばき場があって、管理するところ、管理棟みたいなのがあってっていう敷地でしたね。でここ桜の木が何本も植わってて、古木と桜ね、ちょこちょこ見てましたけど、
あれ何月かな、2月かな、2月か3月に閉まったんですよね。画像もうなくしちゃったんでね、私もあれですけどね。昔で言うともうここは敷地内で、ここ折り返しとか着回し線があったんですよ。ここ多分1本目ぐらいじゃないですかね。桜の木自体は変わってないですから、多分ね、あんまり変わってないと思うんです、これはですね。この辺止まってて、でスイッチャーとかあって、であっちの方、本線の方に行く、本線というか東北本線の方に行くみたいな感じですよ。懐かしいな、久しぶりに来ました、お疲れ様でした。北王子線でした。はい、あの辺で東北本線とぶつかる、まあぶつかってもあのあれなんですけど、線路は別なんですけどね。上が東北新幹線ですよ。でこれが北王子線ですね。まあ線路微妙に残ってますから、あれが東北本線ですよ。で線路残ってるのはここまで、もうちょい先までかな。先ほど見ていただいたかと思うんですけど、そこまで、そこで北王子線もう線路が国家席ありません。はい、上から見るとこんな感じですよ。東北本線がこれね、で上が新幹線で、ちょっと草むらに隠れちゃってますけど、これが北王子線ですね。はい、で先ほどあの辺に入れ替え信号機があったような気がしますよ。はい、よいしょ。どこの会社のポスターだろうな。スカイ株式会社かな、ブルースカイ。まあいいのか。はい、まあスカイブルーか、スカイブルーがあの色かな。まあいいです。はい、ちょっと角度を変えるとこんな感じですよ。たーっとあっちね、あれ、入れ替え信号機ですか。いいカーブだなーとか思いますけど、まあ、こんなこと言ってるようじゃダメですよ多分ね。まああちらも曲線なんでちょっとうるさいですね。はい、